こてつくん、今日は何の日ですか？てつちゃん、何の日？今日分かってる？今日はこてつくんの満3歳のお誕生日でーす。ということで、こてつくんにこちらバスでケーキですね。はい、ということで、それではこてつくんの誕生日を祝って、宣言のタイム、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアこてつくん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、こてつおめでとう、嬉しい嬉しい。じゃあこれ食べれるよ。これこてつ、お座りは？お座り、そのまま行っちゃう。これちょっと待って、ちょっとこれね、うん、ペロンってする。これちょっとなんか、何だよそれ、食べる？パパ俺食べないから、なんだよ。ブドウちょっと、ブドウじゃないでしょ、ブドウもさぞまずい。これ大丈夫？食べれる？食べれる？これ食べれる？そのまま行って大丈夫か？平気だよね。でもちょっと何か取るの？ちょっとだけ上の方から、ね、渡してみて。ちょっとなんか海苔ついてるけど、ごめんね。焼きそば。おいしい？いけるか、いけるか。おいしいか、おいしいか。おいしいよね。なんかムースなんだ、これ。食べやすいようになってない。結構まだ硬い。あ、そう。いや。あ、おいしいね。これ明日もいけるかな。あ、全部食う必要ないもんね。よいしょ。美味しいんだ、ほら。ねえ。美味しい、こてつ。冷たいよね、でも。ちょっと冷たい。満3歳っていうことは、人間で言うと、24歳 ?27 歳か8歳って言ってたかな。21歳じゃん。21歳から24歳の間。お座りはしないの？美味しいから。へぇ、だもん言うことも聞かなくなるわけだ。ね、うん、美味しいな。食べたくなっちゃう、これ。食べちゃダメだよ。食べれると思うけどね。うん。食べた方がいいね。うん。まあまあ、ということで、こてつくん、お誕生日おめでとう。ちょっとテレビ見ながらね。ね。はい、これからもよろしくね。ということで、今回はここまで。